パウル・ヨハン・ルートビヒ・ホンハイゼは、ドイツの著作家。1910年、ノーベル文学賞を受賞した。プロイセン王国のベルリン生まれ。文献学者のカール・ビルヘルム・ルートビヒ・ハイゼを父に持つ。母ユーリエ・ザー・リンクは、フェリックス・メンデルス・ゾーンとも親類にあたる、宮廷御用達のユダヤ人、大宝石商の名家出身だった。ベルリン・とボンで、古典言語を学び、助成金を得て、 イタリアに一年間滞在したこともある。学問を収めた後は、客員研究員となった。多くのイタリア語史の翻訳を手がけたり、また、短編小説も執筆し、1873年には代表作の一つ、キンガー・デア・ベルトを発表した。ベルリンでは、詩人グループ、トンネル・ウーバーでアスプリーに属し、またミュンヘン滞在時には、エマヌエル・ガイベルラと共にグループ、 クロコデイルの一員であった。彼の詩は伝統を重んじ、求神主義、物質主義、または現実主義的な風潮に抗ったものだったため、保守的なミュンヘン派とも評された。書籍、詩そして60を超える物語を表し、その多さと多様さからドイツ文学界の巨人となっていた。1910年、女ョ,ジョ詩人、作家そして世界的に知られた。 短編小説家としての長年の創作活動を通して世に送り出してきた無常の芸術性、理想主義の浸透を称賛して、ノーベル文学賞が授与された。その4年後に亡くなり、ミュンヘン郊外の森林墓地に埋葬された。A.B. ポール・ヨハン・ルート・ビヒ・ヘイサ。literature.nobel.branparad.com i 2006年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年4月13日閲覧ノーベル賞受賞者抜粋2008年4月13日閲覧ポール・ヨハン・ルート・ビヒホン閉鎖ノーベル財団2008年4月13日閲覧世界の著名人の墓を訪ねて和田修正2008年4月13日閲覧ありがとうございます